十六羅かには十六羅かには十六羅観覧は、山形県薬見組湯座町にある二十二体の魔外物の総称。地元の吹浦海前寺の二十一代観会和尚が、仏教の流星と主張の救済、事故死した漁師の供養と、海上安全を願って、1864年から5年の年月をかけ、1868年に完成させた。 水産庁による未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選に選出されている。十六羅漢岩の一部源氏元年、近隣の吹浦海前寺の21代、漢海王将は仏教の流星と衆生の救済を願って、あるいは落命した漁師の供養と海上安全を願って、造物を発願し、地元の石膏を集めて指揮し、 5年の歳月をかけて、明治元年に22体の魔害仏を完成させた。寛解王将は、増物のための費用を苦面するため、近隣在庫の協力のみならず、坂田方面まで宅発を行い資金を集めた。資金が1から2両集まるごとに石膏に、増物を依頼していたため、魔害仏は5年の間に順次作られていった。魔害仏の完成を見た後、 明治4年7月に寛海和尚は、自身が守り仏になるため、羅漢岩の傍らの海に身を投じ、71年の生涯を閉じた。魔害仏は16羅漢の像に、おくるみ、文字菩薩、普賢菩薩、観音菩薩、シ利仏、メレンの6体を加えた22体ある。また、仏像ではないが、獅子の像も彫られている。すべての石像が、 海岸の岩場に存在し、満潮時や高潮の時には、長年日本海の荒波に現れる状態にあるため、摩耗、崩落が進んでいる。海前寺25世住職の井原市巨一郎賞は、形あるものは、いつかはなくなります。雨風や波で風化していくのが自然なことでしょうと、語っている。一体一体は小さいが、これだけの規模で、 魔害物が集中して刻まれているのは、日本海側では珍しく、貴重な歴史史跡といえる。吹浦は港町であり、古くから漁業を制御とするものが多く、遭難した漁師の供養、諸生令の供養、海上安全の祈願が十六羅漢岩で行われるようになり、完成から150年経った現在も受け継がれている。毎年7月の最終土曜日に十六ラカ祭りが開催され、 海上安全祈願式典が開かれている。この時期は、毎年海水浴シーズンと合わせて7月から8月にかけて夜間のライトアップが行われている。また、最近は周辺の観光地化整備が進み、火火や区火が立つ展望台からは遠く、飛び島や日本海に沈む夕日が望むことができる。湯座町一帯は、町海山の山域にあたり、十六羅観岸もかつて、 海海が噴火ししたた際にに日本海に流れれ出した安山岩岩溶で形成されている東北日本一帯は日本海東沿変動帯に近く先発地震発生地域にあたり過去の歴史を遡っても数多くの地震が起こっている中でも東北地方の日本海沿岸地域は有史以降マグニチュード7前後の大地震が記録されており野城地震、久方地震など 地震によって顕著な地形変化を伴った例も多い。1804年に発生した木坂田地震はこれらの地震の代表的な一つであり、松尾場章によって東の松島、西の木坂田と称えられた継承地木坂田の海岸流域が有名である。木坂田地震の地震被害域は広範囲に及び、本地震に伴う地形変化、特に土地の流域量について調べた。 今村秋常の1935年の調査によると、北田町小砂川から二河町セリタに至る約2 0トルの海岸沿いで120から3 1 0トルの流気量を観測している。これによると、同じ下では90から1 0 0トル、16、ラカンガのある、吹浦地域では不明量ながら9 0トルの流気があったと推定されている。 吹浦西浜海岸は、遠浅の砂浜が広がっており、月光川川口にある吹浦漁港を越えた北側の海岸は、鳥海山の裾野が日本海へ落ち込むところにできた磯へと変わり、その最初の磯が十六羅漢の磯にあたる。十六羅漢付近は岩の間に砂が溜まっており、直径6.5ミ、mm、リメートル以下の淡化し色の砂礫で、粒子の種類は、安山、岩方。 軽石、石英、キララなどの火山性の砂礫に貝殻などが混ざっている。総統州は、鎌倉時代の道元を開祖とする日本仏教の宗派で、鎌倉仏教、全宗の一つである。歴史的に総統州においては、釈迦如来を本尊に仰ぎ、消防護字と弁道炎上に対する念が強く、羅漢信仰も盛んであった。羅漢信仰の対象は主に十六。 18羅漢でよく気遣いを表すと信じられていた。やがて時代が下るとともに、日本古来の山の神地に、鬼、動物等の霊言あるいは仏法を誤字守護、山岳といった信仰が拡大されていった。信仰の担い手はもっぱら相続及び、古時代史といった特定信者であった。社会体制的に不安定な中世においては、 そうたから中心的な16ラカンや18ラカン信仰が行われていた。さらに時代が進んで、江戸時代中期以後になると、仏教への民衆参加という要素が加わり、500ラカン信仰が盛んとなった。相当宗の本質が、悟りを開いた人、目覚めた人であるラカンに習って、旧道社格自が悟りを開くことであったのに対し、江戸中期以降のそれは、 亡き人に会えるという民族的信仰や死者追母の願望、吉祥を占うという伝承、薬剤からの救済など、極めて属性的で合理的な信仰となった。これは、段下制度によって宗教制度が体制的にも整備され、そうだから中心が交代し、庶民の愛観に応えるように仏教の本質が変化したとも言える。いずれにせよ、羅漢信仰は、 一般的なものとなり、各地に羅漢像が建立されることが増えるきっかけとなった。吹浦は元来、月光川川口に位置する、宇州浜海道の宿駅であるだけでなく、大物意味神社の門前町として栄え、天然の良好であったため漁村としての性質も併せ持つ複合的な制御で構成されていた。1898年の山形県漁業史によれば、 漁獲港の第一位は酒で、ついで、タイ、カキ、金頭の順であった。1955年頃から本州における酒の稚魚放流に対して、国や県の買い上げ補助事業が始まり、付加状の統合、拡大が進んだ。山形県では1966年から稚魚に餌を与えて、十分に成長してから川に放つ、餌付け放流が本格化した。これら孵化、 放流技術の改良も相まって、月光川水系の水産資源が増加し、山形県の放流量は年間800万尾となって、岩手県に次ぐ日本海がわずい位置の酒放流量となった。1975年1977年には、災難放流数1億尾を超え、1975から1980年に酒量の最盛期を迎えた。低地網量の縦網は、 月光川川口付近を避けて設けられていたが、16、羅漢沖が最も良い漁場であった。吹浦漁港では、放漁が続き、月光川川口の吹浦海面定地網場では、酒が1000本水揚げされるたびに1000本供養頭場を混流するようになり、最盛期には20本の頭場が立つなど、頭場が林立したという。やがて、1000本、3000本、 七千本など漁獲口に応じて、頭馬を大きくするようになった。現在でも、吹浦の十六羅漢の上の丘に朽ちた頭馬が一本残っているが、七千本頭馬の名残ではないかと言われている。酒量の拡大に伴って、酒の漁期が終わる十一月中旬に、海前寺の僧侶を呼んで千本供養を行うようになった。千本供養は漁場を望む十六羅漢上の丘に、 当場を建て、終わると宴会を開いた。人々は羽織若葉の清掃で臨んだという。千本供養の言われは、先千本が人一人と同じとして供養するという考え方に基づいている。十六羅漢岸と国道345号線を挟んで、3セット十六羅ンと駐車場が整備されている。付近には、出羽二見西浜海水浴場。 町海ブルーライン等の観光スポットがある。毎年7月の最終土曜日に16ラカン祭りが開催され、会場安全祈願祭が合わせて行われる。また、7月から8月の期間は18時21時の時間でライトアップが行われている。16ラカン岸の展望台には下のような下避、区避が建てられている。ただし、 松尾芭蕉については十六羅漢の混流以前の作。冬くれば、母船回帰の本能に目覚めて、愛し酒上りくる。吹き浦も、鳥海山も鳥曇り。厚み山や吹き浦かけて、夕涼み。ヒンドラバツだとかうべかばつさかうべかばつ、おさむだとそひんたたく巨ょらばつだらかりかばつとらどるたら、犬はくかはん、たくかこらなかさいなにんけいたばつなばあかくあし、たちゅうたはん。 宅カエオクルミビーフゲン菩薩、シーモンジ菩薩、D シャリブツイーメレンイ、観音菩薩、G シアキタシから、坂田市にかけて、海岸戦争には、暴風林として、黒松が植えられてきたが、1982年以降の、松食い虫被害と、潮風害によって痛めつけられ、松枯れ被害が増大した。16ラカン付近でも、樹齢100年を超える松林が枯れ果て、 剣道を閉鎖して除去作業が行われた。また、近年の湿雪による冠雪害による倒木、幹折れ枝折れが黒松被害に拍車をかけており、それに伴って強風、潮風害が問題となってきている。ありがとうございます。